はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数3の総曲線丸1をお送りします。で、楕円ずっとやってきたんですが、ここで総曲線に話が変わります。で、最初なのでポイントがっつりやっていく形になってますので、まず1回ね、ここで動画を止めていただいて穴埋めチャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっとね、総曲線不安だなと思う方は、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から埋めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、ちょっと足りないんです。で、足りないって何がかっていうと、伝えたい情報が足りないんですよ。入りきんなくって。だからちょっとこの辺使って最後付け足していろいろ書くと思うんですが、ぜひそこも聞いてみてください。で、今まで放物線、楕円やってきて、で、双曲線、この3つ出てきました。で、この3つをまとめて二次曲線って言います、こいつらを。で、すごく混ざりやすいんでね、それぞれ分けてきっちり覚えてほしいんですが、特に楕円、1個前でやった楕円とこの双曲線、気をつけてください。ここがかなり混ざりやすいです。で、意図的にこの文章、かなり楕円丸一の動画とね、文章を似せて書いてますので、比べてもらえると分かりやすいかなと思うんですけど、まず平面上で二定点が出てきます。また F と F ダッシュ。で、結局こいつら焦点なんだけどね。で、これも楕円と一緒なんですよ、ここは。ただし、そっからの距離の差なんです、こっちは。楕円は和だったんだよね。その差が一定である。点 P の軌跡を双曲線。今回の主役だね。こうやって言います。で、F と F ダッシュを焦点。まあ、さっき言ったようにね。これは変わらないと。で、まず、まあ、C、大なり A、大なり0。これは C が今、焦点の座標で置いてるんですけど、今、A ってここなんです。双曲線ってこういう感じになるか、まあ、上と下、こういう感じになるかなんですけど、この時ここが A で、A より C のが外側にある時。こういう状態ね。まあ、この時は2点 F、C0 とマイナス C0、 こいつら焦点として2点からの距離の差が 2A になります。これ楕円の時は距離の和が 2A だったんですよね。で、その時双曲線の方程式書きます。これが大事ね、今回。で、あえてちょっとこういう書き方をしますね。 A2 乗分の X2 乗 B2 乗分の Y2 乗イコール1っていう、もうね、一瞬ね、楕円じゃねみたいな感じがするんですけど、ここがマイナスなんです。ここだけの違いです。これがプラスだと楕円になるんですけど、マイナスになると双曲線になります。で、こいつが標準形です。双曲線のね、そう、標準形で、これと X 軸 Y 軸との交点、つまり今ここね、バツつけた交点を双曲線の、この辺の名前はね、ずーっと出てきてるんで、大丈夫かなと思うんですけど、頂点です。あの2個がね、頂点。で、右図1、この1ね、上の図で、直線 AA' で、ここの直線、つまり X 軸ですよね。こっちの方を、主に使う軸で主軸って言います。いや、Y 軸あんまり関係ないからね。使ってるこっちが X 軸。だから下だったらこっちなんで Y 軸。これが主軸になる。で、O を双曲線の中心って言います。まあ、これも同じだね。で、大事なのが焦点 F の座標です。つまり C ですね。で、C がいくつかっていうと、まず、X 軸の上に乗ってるんで Y 座標は0ですよね。で、ここで使う数字が A2 乗。プラス B2 乗、それにルートをつけたものになります。これが楕円だと A2 乗マイナス B2 乗なんだよね。で、パターンによっては B2 乗マイナス A2 乗もありましたけど、ここは足し算になります。まずここまで。これがまあ双曲線の基礎になりますので、ここまでまとめて覚えてもらって、で、次。まあ、波線あるんでちょっと書き込んじゃいますね。さっき書いた A2 乗分の X2 乗マイナスB2 乗分の Y2 乗イコール1。こいつはですね、ある特徴があって、まあ、絶対値 X が限りなく大きくなるとき。まあ、これは X が右に大きくなる。で、左側も絶対値なんで、どんどん離れていく。つまり、両端にどんどん大きくなればなるほど、二直線ほにゃららとほにゃららに限りなく近づくっ
ていうのが決まってます。で、これ先に書きます。 y イコール、ちっちゃくて見にくくてごめんね、 a 分の bx とマイナス a 分の bx です。これ覚えてください。つまり、もし与えられてる双曲線がね、じゃあ16分の x2 乗マイナス9分の y の2乗イコール1となってます。これ、双曲線ですよね。で、a は 4b は3じゃないですか、プラスだけで考えれば。なので4分の 3xy イコール4分の 3x っていう比例のね、直線がありますよね。それに限りなく近づくと。いいかな。例えばこれで書くと4分の 3x は書けないですけど、これフリーハンドでごめんね、ちょっとね、このぐらいかな、よいしょ、まあこんな直線があるんですよ。それに行けば行くほど近づいていくんです。ただし近づくだけであって重なることはないです。これも大事、近づくだけね。で、こっちも同じです。ちょっと書かないけどね、こっちもあると。だから a 分の bx がこっちで、マイナス a 分の bx がこっちになります。で、その二直線のことを双曲線の、ちょっと難しい漢字使いますけど、全近線って言います。その直線のことね、全近線です。で、と言って、その全近線二つあるんですけど、ちょっと待ってね、二つの全近線が直交する、つまり直角に交わる時が出てくるんです。で、それどういう時かっていうと、 A と B が同じ時です。つまり Y イコール1分の 1X みたいな感じ。だから X だよね。だから Y イコール X と Y イコールマイナス X って直角に交わるから、直交するから。で、その時の双曲線、まあ、A と B が同じ時の双曲線を、まあ、直角に交わるんでね、その全近線が直角双曲線って言います。で、これその前が直交するって書いてるんで、直交双曲線っていう風に間違う方がね、何人か見たことあるんですけど、直角双曲線なんで気をつけてください。いいかな。かひとまず、まあここがまず基礎ですね、この上の部分。まあこれは楕円とかと比べて覚えてください。で、全近線に関してはこれも双曲線の特徴なので、ここも覚えると、 y イコール a 分の bx みたいな感じでね、手に覚えていただいて、で、それプラスです。今回問題に入らなかった部分ですね。双曲線、最初に話したように、左と右にこう、カーブしてるものと、上と下にカーブしてるもの。この図2の方ね、青の方。こっちに分かれます。で、上は、この a2 乗分の x2 乗、マイナス b2 乗分の y2 乗イコール1なんです。で、こっちはちょっと違うんです。形が。で、これを覚えてほしい。ちょっと消しますね、ごめんね。で、何かっていうと、使ってるパーツは同じです、ほとんど。これも使うし、これも使う。しかもマイナスなんです。変わらない。ただし何が違うっていう、右辺がマイナス1になります。上と下のカーブをするときはね。で、差です。ここですね。差が、まあ、これは、楕円とかでも似たタイプだったんで、わかるかなと思うんだけど、2b になります。2点からの距離の差が 2b です。こっちはね。で、あとは、ここ。焦点の座標。で、これはですね、焦点、y 軸の上に乗ってますよね。つまり、x 座標0は大丈夫なんですけど、こっち、使うものは同じです。だから、a2 乗引く b2 乗、b2 乗引く a2 乗みたいな変わらないで、ここは同じ。a2 乗プラス b2 乗を使ってください。いいかな。ただし、ここが変わるので、で、本当は問題入れたかったんですけど、ちょっと入りきんなかったんでね、今回口説明になってしまったんですが、このタイプもぜひね、覚えておいてください。では、今回は高校数学数3の双曲線丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、次回からまたね、双曲線の問題演習やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。